キー・レビー。182cm95kg、 アメリカダンスバーンの下で練習を重ねる総合格闘家、負け知らずの女最強戦士。Over the years, I may forget your name. Chances are, you'll never forget mine. マルロス・クーネン、 175cm70kg。 柔術家として練習に励むが、その動きは速くて美しい。格闘関係者が注目する選手の一人だ。クーネンの方はほとんどスタミナロスしていないと。まあそうですけど、やはり体格差ありますからね。はいはい、ちょうど考えたらきついじゃん。ちょうどいいハンディキャップになってるのかもしれませんが、確かにハンディキャップ、この体格差ありますね。ストレート、おお、綺麗に伸びてきます。また右、やっぱりちゃんと相手の見えないところから伸びてるんで、右に回っての右ストレートっていう、非常にシャープな動きを見せます。マルロス・クーネン、175cm、柔術も使っています。柔術をベースにしています。今年の L12000 でも勝ちを収めているこのクーネン、距離を十分置いています。右届きません。おっと、右クロス、距離も十分取れそうです。やっぱり体格差感じますね。そうですね、やっぱりね、それはありますね。あのベッキー・レビーの方ですが、大柄の選手、ローキック、セコンドのダンスバーンがですね、パンチを打ってくるところにタックルを指示したそうですね。いよいよグラウンド勝負かけるんですかね、という感じです。またこの右のパンチ、肩越しからクロス気味に打ってきます。はい、これはそうですね、やはりその方が正解ですよね。あれ相手軽いですし、そうですよね。おっと、まあ、1回戦で石原、2回戦で八木、その八木選手は無言で、控え室、涙を流して、いたそうであります。まあね、八木さん、やっぱり気持ちはね、そうですよね。そうですね。飛びつきの十字架、今度は入るか、入ってますか、どうでしょう。入ってますね、入ってますね。入った入った入った、すごい。いやー、これは大勝利ですね。ジェラルド・フォードが今ガッツポーズしてますよ。まあそうですよね、やはり20秒ルールだとこういう飛んでの攻撃とか、そういう関節がやっぱり有効ですよね。マールス9年下がって、この試合もさほど長く使わなかったということで、スタミナ十分でファイナルに進出を決めています。いや、見事でしたね。これはオランダ格闘技王国が送り込んでまいりました。クーネン、見事に決勝進出を決めています。